様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回はですね、マッチボックスさんのムービングパーツシリーズ、こちらから発売されてます。去年の新コラボだと出たのかな、なんか口まめってませんね、レクサス LX、レクサス LX、まあ、要はこれランクルの兄弟車ですね。ランクルの今の現行になるのかな、これが300系の、これ、よくできてるんですよ。これがね、ガチャなんですよね。まあ、これの動画もね、ちょっと前に作ってるんでね、これはね、とにかくよくできてる。もう、ね、ほんとこれ、ダイキャストにこだわらなければ、これぐらいすごくね、表現できてたらすごいですよね。で、これね、これ大野がここつけてないだけで、パーツでね、これドアミラーが確かついてたんじゃないかな、飛ばしてね、なくすんですよ、これドアミラーはね、さすがにね。で、トミカ で言えば、これちょっと前まで、去年ぐらいまではお安くね手に入った、あ、値上げ前ぐらいかまではね、お安く手に入ったこちらランクル、これね、レギュラーの普通の一番安いトミカだったんですよね。だからこれはね、今考えたらもうほんと5台でも10台でも買っといた方が良かったかなぐらいのね、勢いのね、これだけ、まあ、トミカタイヤ以外はもう本当に精度ができてますからね、ドアも開きますからね。まあ、その当時だったら300円ぐらいで買えたんで、10台買ってもね、3000円でしょ。今ね、ちょっといいお高いプレミアムトミカとかだったらすぐ3000円しますからね、これは本当によくできております。はい。まあ、これはね、トミカのジオラマセットについてた、ランクルというよりはハイラックスになるのかな。これはここのね、トラックのこのトヨタどうだーっていうのがね、もう最高に欲しくてね、これが欲しくてジオラマセットを買ったという感じです。で、これがね、なんだっけ、ホットウィールさんの、ランクルじゃなくてタコマになるのかな、車種名としてはタコマですね、だからまあこれも兄弟機種みたいになる、兄弟じゃない、これはハイラックスと兄弟になるのか、はい、まあそんなこんなで今回はね、彼らじゃなくてこの人ですね、この人は、はい、まあランクルの兄弟車、はい、レクサス LX、 はい、パッケージをね、綺麗に全部見ていただきたいんで、ちょっとスマホを一回横にしてもらっていいですか。これ横向きでね、全部を見てもらってます。今。はい、こんな感じです。で、裏に行きますね。裏こういう感じです。英語表記に日本のマテルさんがシールを貼ってる状態です。で、表に戻して、パッケージをね、元に戻します。はい。スマホ元に戻してください。ということでね、今回マッチボックスさんのムービングパーツシリーズ、どっか動くよっていうね、ムービング、動くパーツがありますよ。で、これはね、リアゲート。はい。これ、後ろのバックドアが開閉します。いいっすね。ねえ。あ、これ、うん。開けてからあれしますけどね、サンルーフ。今、サンルーフの車ほとんどないんですけどね。で、マッチボックスさんが今70周年ということでね、すごいですね。あと30年で1世紀ですね。はい。マッチボックスさんがね、まあミニカーのこの3インチっていうのをね、マッチボックスっていうぐらいで、マッチの箱に収めたぐらいの箱にね、収めて作ったっていうのが始まりみたいです。はい。ということで、大野明けで開けていきます。大野明けは、こちらをカットしなくて、こちらの裏側をこの字にカットするんですけどね、これはね、湾曲してるので難しいので、大野明け2っていう形でね、ここのね、透明部分の後ろをね、カットします。よいしょ。全体的にカットすると、最後ね、ここに引っ掛けてディスプレイするときにブランブランしたりするんで、大野はね、この横、ここだけをね、蓋のように形でカットしていきます。はい。ということで、こっから上に、ちょっとこれね、やり方が難しいんですよ。で、今ここがこういうふうにね、カットできました。で、あとはここから、この湾曲に合わせてカットしていくと。ピヨ。これがね、
やっぱり難しいですよね。ちょっとね、リンゴの皮むき的な皮むくやつ今いないのかな。昔はね、みんな 手で剥いてたんですけど、今はあの、なんていうの、皮むき器っていうかね、100均でも売ってますんで、あれは昔ね、1500円とか2000円とか高かったから誰も持ってなかったんですけど、今はね、あの100均で売ってますから、はい。こういう感じです。で、この中の、透明のブリスターをそのまま抜く感じですね。こっから、こう横に抜く感じです。こうやってね、こうスライドして抜く感じで抜けました。はい。マッチボックスさんのね、これ、だいたい550円とか600円ぐらいかな。この、その値段でね、このパーツもついてるし、おぉ、なんだ今びっくりした。メールの音ですね。はい。で、こういう形で来ました。はい。あ、いいですね。はい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 。あ、ただね、これ、実写、あ、こうやって見ても、オーナー何回か実写見たことあるんですけど、もっとね、このフェンダーの部分と後ろが特にね、ボコーって感じがあるんですけど、それが表現されてないですよね。顔はどうだっていうのを表現されてるんですけど、あれ、フォルムがちょっとこう、貧弱だな。ちょっと倍率上げましょう。倍率擬音。はい。あー、ちょっと、ちょっと残念かな。あ、さっきの、ガチャと比べてみましょうか。ほら、ガチャの方が、この、膨らみが、これ、色の問題かな？こっちの方がすごい、こう、しっかり表現されてる。ちょっと倍率もちょっと戻そうかな。よいしょ。あ、こっち側の、色の問題かな？いや、こっち側の、このプラドのね、アプライドじゃない、ランクルのこのフォルムがすごいかっこいいんで、こっち側がちょっと白だからかな。これシルバーとかだったらよかったのかな。なんかちょっと、ここのフォルムが、サイドの作りがね、なんか、貧弱な感じに見えちゃいますよね。顔つきはね、どうだって感じは出てるんですけどね。こっちの方が顔つきも、顔つきっていうか、全体的にちょっと大きいのかな。これがちっちゃいですね、ちょっと。まあ、ドアミラーは初めからついてるし、内装もしっかりしてるから、いいのはいいんだけどな、どうだろう。あ、ホイールもかっこいいね。ホイールもかっこいいですね、これ。ちょっとまた倍率をドンとこう切って。あー、いいですな。全体的には、まあ、ちょっとこっち側がね、ガチャの方が大きいんで、小ぶりな感じにはなってるんですけど、まあ、よく似てますよね。はい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 。まあ、今回はね、こちらの彼を紹介しましょう。ね。まあ、目は描き込んでる状態ですね。あ、このガチャはどうだったっけ？ガチャはこれ透明パーツじゃなかったよね。描いてるよね。あ、けど、あ、こうやって見るとこのガチャやっぱりすごくよくできてたんだな、やっぱり。その当時もすごいよくできてるなとは思ったけど。あ、ここの辺はよくできてますね。あ、これ、かわいそうね。ごめんなさいね、マッチボックスさん。今、ガチャと比べてしまったんで、ちょっとこう、すごい大野もトーンダウンしちゃいましたね。22年の金型ね。22年にもう、22年からこの、新金型じゃない、リアルな車も、第4代目になるんかな？なんかに変わった瞬間からもう作ってたんですよね。あ、これね、割り上げとマークしね、よかったのに。あ、見なけりゃよかったよね。あ、リアゲートのこの中もちゃんと作られてますね。あー、という感じで、急に大野がトーンダウンしたのが、お分かりいただけたでしょうか。ね、お分かりいただけたでしょうか。何でしたっけ。はい。なんかね、ありますよね。大野はね、あの、階段とか、あの、ああいうの好きなんですよ。あの、ムーとかね、ユーマとか、ウーマとか、あのね、ユーは、資生堂やなくて、なんだっけ、わけわからんね、大野の言ってることはね。はい。まあ、そんなこんなでね、思ったよりも、
デフォルメ、変な話、デフォルメされてなくて普通のまんまだったので、ちょっとね、ミニカーとして見た時に、ちょっとこうサラーっとしすぎな感じが否めない感じですね。これまあけどシルバーとかメタリックで光るやつだったらもっとこうフォルムが、いや、ちゃんと作られてるような気もするけど、こっちには負けちゃうなーっていう感じなんですよね。かっこいいな、このワインレッドのね。わー、動き回る。動き回ってますね。凹凸とかがね、これ白だから残念なのかな。他の色が出るのをちょっと期待しましょうかね。はい。まあ今 SUV っていうこういうね、昔はクロスカントリーって言ってたんですけど、クロカンって言ってたんですけどね。こういう SUV の車がね、すごい流行ってますんで、そうそう。なんで大野がね、これをね、今回、あげたかっていうと、ランクルの250ってのが今度ね、発売になるんですよ。日本の国内でね。ちょっと昔のレトロ感をね、丸めのレトロ感を、丸めかな、この辺の感じなのかな、の感じをね、まとった車が発売になりますんで、それに合わせてって言ったらいいんですけどね。まあ、ランクルが気になってましたのでご紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。ということで、次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。高野チャンネル。